ワンダービジョン第7話感想会さあということでございまして、ディズニープラスの、若干のですね、遅延みたいなのもありましたが、無事皆さん、見れたということでございまして、今回も語ってまいりましょう。アメコミリーグからは私バッファロー五郎竹若と、ピン芸人佐藤ピリオドと、補正作家の森笠です。お願いします。はい、お願いします。さあ、そして今回もゲストの方に来ていただきました、ことぶき屋の山下さん、よろしくお願いします。お願いいたします。ことぶき屋の山下です。さあ、怪しげな部屋から中継みたいな感じになっておりまして確かに、はい、ね、怪しいですね。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。そしていつもありがとうございます、ライターの洋平ペンギンさん、よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということでございまして、今回はもういよいよ終盤7話ということでございますが、うん、まずは山下さんにですね、はい、まあ、1話から6話見ていただいてのですね、まあ、どのように楽しんでるか、どのような感想を持ったのかみたいなのを教えていただければと思います。うん、はい、はい、そうですね、感想としては一言で、うん、毎回いい意味で裏切られていくっていうところがあって、はい、うん、一番最初はそのワンダビジョンっていうタイトルの発表と、はい、シットコムっていうのが発表された時に思ったのが、もう今までの流れはもう完全に置いといて、はい、なんか純粋なシットコムとしてやるのかなって思ったんですけど、で見始めたらもう、あ、そういうんじゃないなって思って、であれは2話でしたっけ、養蜂家の格好した、あ、はいはい、マンホールから出てきた、あれがなんかもう結構デビッド・リンチの、はい、ツインピークスのリミテッドシーズンみたいな感じだなと思って、うん、お、これは結構その MCU で、はい、ちょっと今回は超自然的な感じで来るのかなって思ってたら、うんうん、回を追うごとにどんどんなんか今度はちょっとこうサイファイな感じが、はいはい、出てきてきたんで、またおお、こう来たかみたいな風に振り回されながら楽しんで。そうですよね、やっぱ山下さんもやっぱ世代的にもね、すごく楽しめるね、いろんな要素がたっぷり詰まってて、はい、そうですね、ね、ファミリータイズとかも好きだったんで、はい、こういう感じってなるほど、うん、はい、ありがとうございます。ということでございまして、では、いよいよね、7話ということになりました。はい、はい、まあ、6話の最後に、ね、ワンダーがちょっとね、ヘックスのそのエリアを広げちゃってっていうところから始まるということでございまして、うん、タイトルが第4の壁を破ってという日本語になっておりました。うん、まあ、今回の、まあ、シットコムという要素はもう、あれはなんかちょっとインタビュー形式でこう喋ってるドキュメンタリータッチなみたいな、あれはあれまたなんか元のなんかドラマであったりするんですかね。一応前回もちょっとお話しした、ね、言ってましたもんね、オフィスとモダンファミリー、うん、オープニングはおそらくオフィスの、名前がいっぱい出てきたみたいな感じで、はい、まあ、もうオフィスはもうちょっとあれなんですけど、まあ、看板とかが結構象徴的で、うん、はい、書いてくるやつで、うん、で、もう撮影方式というか、その演出はかなり、うん、モダンファミリーにそっくりというか、うん、まあ、ほぼほぼ同じで、今回そのカメラを見ながら喋るで、はい、モダンファミリーの方はわりかし撮影されてる意識っていうのがあんまりないというか、うん、なんか撮影クルーがいるのかいないのかよくわかんないけど、一応カメラに向かって喋るシーンがあるっていうのがモダンファミリーなんですけど、オフィスの方は完全に撮影してるみたいな状況で、ピンマイクとかを外すシーンとかもあるんで、はいはいはい、今回のビジョンがピンマイクを外すシーンがあったりとか、まさにね、ビジョンがカメラの方に向かってなんか表情をちょっと作るというか、うん、ほら言ったでしょみたいなのは完全にオフィスのオマージュ、おそらくもオフィスを完全に意識してやったジョークなんじゃないかなとは思います、ね。まあ、劇中でしっかりカメラ見てるのと、インタビューシーンでカメラ見てるみたいなのね、はい、うまいこと使い分けて、はい、またもやなんか気持ち悪い感じ、はい、不思議な感じっていうのを出ておりましたが、まあ、オープニングもね、なんかワンダワンダワンダみたいな感じで名前がいっぱい出てたのが、まあ、今回のね、まあ、はい、やっぱエンディングといいますか、
ね、あのエンディングもちょっとオープニングみたいな感じになってたじゃないですか。はい、ね、実は裏ではあの人が主役みたいな感じで、うん、その辺の対比とかもねすごく良かったなということでございまして、はい、まあ、だいぶやっぱりね、裏の存在っていうことがずっと匂ってきてて、うん、まあ、今回ね、まあ、ぶっちゃけある程度の操作してる黒幕みたいなのが分かっちゃいましたけども、うん、はい、まあやっぱそこが今回はね一つ大きなところですから。そうですね、ね、ヨエペンギンさんもずっと言っておられました本当ですよ正体すごい、ね、アガサー・ハークネスという、いよいよ名乗ってしまいましたね、うん、素晴らしいですね。まあ、前回とかもやっぱりあの街から出られなくて、うん、私も犠牲者よみたいな感じにやってたのも、はいはい、実はね、アグネスの陰謀といいますか、やられましたね、策略そうでしたね、うん、そういう感じに描かれてました ね、 はい、ね、はい、もうあのピエトロ、みんなが大騒ぎしたあのピエトロもですらですら、うん、あんな庭のハイキングみたいなピクニックみたいな感じで操ってましたよ、うん、よくわかんないってことですけどなんで今回そのオフィスだったりとかっていうののオマージュとして、はい、っていうのはなんとなくその見ながらそう森川君に教えてもらってる感じで見てて、カメラのアップの仕方こいつやたら下手だなと思ってたら、はい、そういうことかっていうのが最後にわかるじゃないですか、うんうんうん、結局アグネスが全部カメラいじってたっていう、うん、やっただそこもやっぱうまいですよね。なんでこのカメラこんなにアップするの下手なんだろうもちゃんと答え合わせしてくれるっていう、はい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 、そこも僕ちょっとテンション上がりました ね、はい、まあやっぱりこの辺が大きな感じには、一つはなってるとは思うんですけども、うん、はい、まあ CM もう毎回、はいはい、ね、どうなってるんだろうというところでございまして、今回はネクサス、ネクサス、ネクサスって書いてありました ね、 ね、抗うつ剤であったりとか、はい、そういったところのことでございまして、はい、ね、なんか、副作用でもっとうつが悪くなるみたいなことであったり、ね、なかなか恐ろしい CM でしたけども、はい、世界はあなたを中心に回っている、ね、回ってない、いや回ってるみたいなね、これはやっぱり、ね、やっぱりこの劇中のね、実はワンダがやってるようでまだまだそうじゃなかったみたいなところを表してるんでしょうかね、うん、まあ一応すごく遠いつながりかもしれないんですけど、はい、一応コミック的にはあのネクサス・オブ・オール・リアリティーズっていうのが、はい、コミックの中には出てきて、まあ簡単に言うと多元宇宙の、うん、門というかゲート、はい、のようなつながりみたいなところのがありまして、はい、一応ですね、まあ多分関係ないというか今回のシリーズの中で描かれないとは思うけど、一応ですね、そのマンシングっていう、ほいほい、あのマーベルの、まあ、キャラクターがいるんですけど、はい、それがですね、まあ守っている地点であるという設定なので、うん、まあ、なんか本来は沼、マンシングっていうのは沼に住んでいるモンスターのキャラクターなんですけど、うん、はい、はい、それに関係するのかな、うん、みたいな感じはしているんですが、どちらかというと、ね、おそらくその多元宇宙の門であるというところの方が、うん、引っ張られるんじゃないかなって、その要は取り上げられるんじゃないかなって感じなんですよね。まあでもなんかアグネスのね家の地下が若干このツタが絡まって、なんかちょっとそれにおわせるんちゃうかみたいなことにも取れたりもしますし、かなりそれの描写なのかなって感じはしましたね。まああれはあれで魔女じゃないのみたいなね意見もあるとは思いますが、この辺はね結構におわせるかもしれませんね。そうですね、はい、なんかいろいろ模様とかいっぱいありましたもんね、うん、なんかこのいろんなあの本みたいなやつ、本みたいなやつとか ねだったり、はい、なんかルーン文字みたいな文字だったりも ねありましたね。方角にいろんなもなんか文字みたいなのもありましたし、うん、はい、まあなんかあの辺が
ヒントにはなってくるのかなという感じはしますが、ね、一応コミックだと後々そのワンダに魔法魔術を教える先生立ち位置になるんですか？そう、一応コミックだとそうなので、はい、ていうかあんまりですね悪いやつじゃないんですよ。最初ですね、まあ繰り返しになっちゃいますけど、今までの話と、はい、ファンタスティック4の、うん、子供にの、主人公のリード・リチャーズの子供のですね、うん、家庭教師みたいな位置づけとして最初出てきて、うん、で実は魔女だったよっていう感じのキャラクターなんですよ、うんうん、でなんかアメリカの有名なあのセイラム魔女裁判っていうのがあるんですけど、はい、実際の出来る、まあ一応そういういわゆる事件なんですけど、それの出身地でもサマンサ、そうそうそう、うーんの生き残りである、その魔女裁判にかけられた人の生き残りというかそのうちの一人であるっていう設定の、まあ本当に魔女だったやつっていう、うあのキャラクターなんですけど、はい、まあなので最終的には結局そのファンタスティック4とか、うん、まあ、あのスカーレットウィッチとかに協力をしてくれる、はい、キャラクターで結構強いんですよね、うん、その魔法使いレベルの中ではかなり高い方。なるほど、ほうほうほう。そのやっぱ一番すごいのは、うん、ドクター・ストレンジという設定なので、はい、そこまでではないにせよすごい強くて、うんうん、であのまあ、すごい強いというかすごい魔法使いのうちの一人で、うん、あのまあ、ワンダというかスカーレットウィッチのまあ師匠になって、子供がつを作った時とかも 、はい、手伝ってくれるという言い方おかしいんですが、まあ、あの助けてくれたうちの一人です、うん、なるね、はい、なので、まあ、今回黒幕みたいな感じの登場してましたけども、もしかしたら ねさらに黒幕がいて守ってあげてるのよみたいなところでもあるかもしれませんし、まあ可能性はかなりあるかなというふうに思います。はい、そうそうね、なんかやっぱりなんか見ててやっぱ愛したくなるようなキャラクターですからね、ずっとね。そうですね、なんかもう芸達者な人ですし見てて、そうなんですね、はい、そう、あの結構コミックだとおばあちゃん、うん、で白髪のなんか黒い猫をね飼ってるみたいなやつだったけど、あれも一応なんか緩やかに乗せてんなって感じがしたんですよね、はいはい、うん、なんかあのうさぎ飼ってたじゃないですか、うん、今回もね緩やかに寄せてる感じ、うん、ちょっと違うバージョン、まあ、もしかすると、はいはいはい、本当はおばあちゃんであの中にいると、うん、要はそのワンダの世界にいるとおばあちゃんじゃなくなってるってことなのかもしれないけど、確かにみたいな、なんか一応あの前回のね、はい、ハロウィン界のコスチュームが若干寄せてたっていう、うんうん、確かにかなり若干だったね、うん、本当に髪の毛も白髪でしたもんね、そうそうそう、でも普通の魔女の格好だよという感じもするので、うん、ちょっとかなりあれでしたけど、はい、一応もしかするとって感じ、ただ、うん、マーベル・シネマティック・ユニバースって、はい、基本的にはあのコミックといっても、うん、アルティメット・ユニバースっていう、まあ、なんかその一回仕切り直しをした、はい、別次元なんで、別次元という扱いになってるスパイダーマンとかアルティメット X、うん、アルティメット X、 あのいろいろ日本でもすぎてみんな、ね、はい、あのアルティメッツを含めて、まあ、アルティメッツっていうのがアベンジャーズに相当する、いや、そしてちょっといわゆるなんかなんでしょうね、読みやすくしたんだけど、その代わりなんかちょっとこうエッジな感じのちょっと違うバージョンのね感じを出してくるみたいな中で、それにも一応アガサ・ハークネスは出てきていて、しかするとあのまあそっちの方にもちょっと寄せてんのかなって感じはします。うん、そっちだとなんかでも魔法使いではなかったような気がするので、うん、まあ、ちょっとそういったところに寄せてる可能性もあるなぐらいの感じですかね、うん、ただ
ファンタスティック4関連なので、キャラクターとしては。はい、まあ、もしかすると、ファンタスティック4の、まあ、どうやってつなげんだよって感じはしますが、まあね、ファンタスティック4に出てくる流れ自体、ちょっと不思議なわけですよ。ファンタスティック4っていわゆる科学系ヒーローなんですけど、はいはい、そこにこう、たまたま家庭教師として雇った人が、真逆の人が来たと、うん、魔法使いだったっていう。魔法使いだったっていうことが分かる。うん、って話なんですよね。はい、ね、なるほど。まあでも相変わらずアグネスは何かしらちょっとこうねコメントであったりとかちょっとどっちなんやろうっていうのを今回もねなんかありましたよね。なんかインタビューしてる時も、うん、ねバチが当たったのではみたいなのをあんたに言ったりとか、あとなんかね2人は私に任せてみたいな、噛みつきは しないわよ、一度噛みついたけどねとかなんか言ってたりとかね。そうなんですよね。であと双子の、ビリー君にまあ、ね、いろいろ能力が心の中が読めるみたいな感じで、はいはいはい、あなたは心が静かだとか、うん、っていうのもね、なんかやっぱりこうなんかしてやろうっていう人はやっぱ心がこう騒がしいというか、あれしてやろうこれしてやろう悪いことしてやろうみたいなところまでバレてしまうのが、意外とあそこで心が静かだって言われたのも結構あれっていう感じで、うん、確かに。だからなんかこれって見守ってるのかなとかいうところでもあったりもしますね。読めないっていう描写なんじゃないかな。なるほどなるほど、そうか、そっちも能力があって魔法使って存在してるので、うんうん、要はまあビリはなるほど、なんていうの、まあ、最終的には結構な魔法使いになるんですけど、うん、まだソロではないと思うので、なるほど、本領発揮してない感じはするので、はいはいはい、心を読ませないようにしてると、まあ、なんか普通に読めないようにしてると思うんですよね、うん、ちゃんとしてるっていう、うん、ちっちゃなウィッカンでは、うん、心を読めないよというそうっていうことなのかな、まあ、という感じもしました。なんか両方ありそうだな、うん、なるほどなるほど、まあ、結構悪いやつであるということを一気に明かしたので、うん、ただ、検索だとアガサ・ハークネスの息子が悪いやつなんですよ、うん、もしかするとそのキャラクターを一緒にしてる、うん、かもしれないんですよ、うん、なるほど。そうすると結構なんでしょうね、はい、ドクター・ストレンジの方に寄っていくんですよね、うん、いわゆる悪なんて言うんでしょうね、悪魔の手先ではないにせよドルマムの仲間だったりとか、うん、悪魔テーマのキャラクターなんですよ、うんうん、でなんか悪いチームは、うん、なんて言うんでしょうね、なんか悪い生き物、悪い生き物チームみたいな、セイラムセブンっていうのがいて、はい、そいつらのリーダーというか親、うん、生みの親として出てくるキャラクター、はい、だからアガサはそのおばあちゃんなんですよ。なるほど。なんかちょっとね、どんどん、うん、いわゆるオカルト路線のキャラクターなんで、はい、ファンタスティック4は結局なんかその設定自体は科学系のヒーローだけど、うん、そういうやつらとも戦うので、うん、なんか結局その辺がもしかするとはい、触れられるのかもしれない、ね。はあ。その中でマガサはそんなに悪いやつ、そんなに悪いやつじゃないというか、まあ、魔法、ま、魔女ではあるんだけど、うん、あんまり悪いやつとして出てくるイメージはないんですよね。ただ、めちゃくちゃ強いのだと怖い。へえー。厳しく怖い人ではあるんですよ。はい、まあ、家庭教師としては結構怖い先生なんだ。ただ、突然スーパーヴィランがバーンってやってきたのを、うん、一瞬でやっつけてしまったりとかするので、はい、そういう感じで強さのレベルを表現されたりとかするようなキャラクターなんですよ。まあ、なんかパワーの描写も、なんか紫色でみたいなところがありますけども、そうでしょうね、なんか意外とでも、ワンダのなんかパワーの、表現とよく似た表現っていう感じもすごく受けてて、うん、色はねなんかやっぱ紫ってちょっと悪いイメージはあるんですけども、なんか質も一緒やなみたいな、やっぱなんかその辺はなんか共通してるワンダ側なんかなみたいな、またこれもちょっと惑わされる感じで、そうですね、まあ、もっとまがまがしいなんかパワーの感じかなと思ったら、結構ねほわーという感じは
ワンダの扱うパワーとよく似てたりとか、もしかするとその根源的なパワーのソースというか、うんうん、パワーの仕組み自体が同じものなんだっていう説明をするのかもしれない、うん、見てる人的には分かりやすいと思うので、まあ、確かに、うん、やっぱ弟子に流れいきますもんね、複雑なんで、誰にパワーを与えられたのかが二転三転するキャラクターなので実際は、うん、ワンダはそういうことではなくて、多分根源を統一化してあの話を分かりやすく、はい、でワンダがパワーをコントロールできるようになるって話なのかもしれないし、コントロールできなくなるので、うん、まあ、こっちがコミック的なんですけど、コントロールできなくなるのでドクターストレンジが来る、はいはい、うん、あ、暴走モードになるかちゃんとするかみたいな、だいたいドクターストレンジはそういうあの出てきたら勝つので、うん決着がついちゃうので、まあそれはね、そのまずいことが起こった時にドクターストレンジが来る、はい、とあ解決なんだけど、来ないと、うん、そう何が起こってるんだ、ドクタースインジャーは実は今地獄で戦っていて忙しかったかみたいな、うん、そういう話かもしれないし、なるほど、そうだ、そのマルチバースの話やりますよドクタースインジャーっていう話もやってるし、うん、あのネクサスっていう話も出てきたし、はい、まあ、アガサハークネスとか出てきて、なんかちょっとねオカルト路線のやっぱりやつを固めてきたなって感じはするんですよね、うん、はいはいはい、なので準備は進んでいるという感じはします。うん、はい、ね、あのなんか、アグネスが私の腰になんかほくろあるのちょっと相談乗ってほしいとか、あれはなんかただのアメリカンジョークなんですかね、はい、逆なのかな、なんか一切体の部分見せてくれなかったし、すぐカメラワークも変わってって、ね、いやでもなんかあんのかなって思ってまうよね、ああいう、はい、もしかしたらなんかもしかしたらあんのかもしれないけど、うん、そんなにそういうああいうキャラじゃないので、はいはいはい、そもそも全然違うので、うん、そう、ただすごい変わったキャラクターなんですよね、はいはい、ファンタスティック4が怖い厳しい家庭教師だと思ってたら本当は魔女だったっていう設定がどんどん広がっていく、はい、掘り下げられていくキャラクターです。しかもこうカービィとかが書いてたので顔怖いんですよね最初。なるほどなるほど、分かりやすく怖いですね。すごい怖いキャラクターだった。なるほどね。まあウサギはねしっかり撫でて可愛がってるのにね、犬のスパーキーは私が殺したのよみたいなとかね最後衝撃でしたよ俺優しいのか怖いのかどっちやねんみたいなね、まだまだ。あれは一応緩やかにモデルが多分あって、おそのビジョンの中のスパーキーは死んじゃうので一回、はい、コミックスのね、はい、バラバラ、まあ、もっとエグい死にがするんですけど、はいはい、あの一応それを一回やりたかったっていう、死んじゃう話をやりたかったんじゃないかな。なるほど、なるほど、まあ、どうせ元に戻そうと思えば簡単に元に戻るので、はい、うん、なるほどね、もしかしたらそういうのをやるかもしれないし、はい、って感じですね。なるほど。まあ、あとは、モニカ周りですね、やっぱね、モニカ周り、はい。絶対そうでしょう、まあ、やっぱそこももう、胸熱いやいや。そうですね、結構早かったなって感じがしますね。ねえ。もう、宇宙服みたいなの脱いだら、もう、もろね、なんか、完全にあれでしたね。はい。一応、まあ、どういうふうになるか分かんないけど、はい。まあ、おそらくその、まあ、フォトンとかになるのかな、はい、みたいな感じ、うん、いや、もうね、原作だいぶ、うん、そう、ちょっと、その、パワーがキャプテン・マーベルに近いタイプのパワーの持ち主なので、はい、まあ、多分キャプテン・マーベルって名乗り出すと、こう、視聴者が混乱するとは思うので、うん、まあなんか違う名前を名乗るんじゃないかな。まあ、ね、でも結構、まあ、ウー捜査官もなんか幸運を祈るよキャプテンとかなんか。そうですね、ずっとキャプテンって呼ぶんですよね。うん、キャプテンってね、後半、ね、階級だから、階級だから、まあ当然といえば当然なんですけど。急に呼び出したなみたいなイメージもあって。まあね、あ、そうそう。あ、最初からずっとウーはキャプテンと呼び続ける。はい、他の人はそう呼ばないのに、ね、キャプテンって呼び続ける、聞いてくるみたいなありましたね、うん、そうなんですよね、ちょっとどうすんのかなみたいな感じ。いやーちょっとテンション上がっちゃった。ただ あれなんですよね、はい、モニカはのいわゆる
キャプテン・マーベルになるんですけど、原作では。はい、うん、別に、なんていうの、魔法に対抗できるとかいう能力ではないので。割と強気でしたよね、今回。その結構、ただ、なんか大丈夫ってこと。うん、はい。なんか大体、なんか、マーベルの世界って、頑丈なやつとか硬いとか、なんかエネルギーを吸収できるみたいなやつは、大体魔法とかに弱いんですよね。その弱点を作るために。なるほど。はいはい、キャプテンアメリカとかの盾とかで、うん、どんな攻撃を防ぐぜみたいな、でも魔法使いにはやられちゃうみたいな、まあちょっと例えが変わっちゃいますけど、DC の方でもやっぱりスーパーマンは大体どんな攻撃も効かないですけど、はい、なんかやっぱ魔法とかにはやっぱちょっと耐性があんまり高くないみたいなのがあるので、はい、確かに本来的には苦手な相手なはずなんですが、はい、設定が全然違うので、その今回はその、うん、なんていうの、オカルト的なパワーで、はい、なんか細胞だか遺伝子が変わって、うん、変身してしまうっていうことっぽい、うん、でもしかするとなんかそういうオカルトベースのパワーに耐性がある、はい、ちょっと違うキャプテンマーベルになるのかな。なるほど。またもや自ら壁の中に入っていってということで、壁を通り抜けるときにいろんな声がね、出ましたね。あれはまあお母さんの声であったり、キャプテンマーベルの、そうですね、キャプテンマーベルのワンシーンからのですよね、うん、あれ ね、 ね、ほとんどいろんなそのシーンの言葉が出てきてましたね、うん、キャプテンマーベルをちょっとこの機会に見直すと、はい、ここの話をしてるんだなっていうのが分かります。なるほど。子供の頃に声かけられてたお母さんにこう言われてたみたいなところを全部なんかこう自分の中で処理して、なんかあそこを抜けたみたいな表現になってましたね。なんかあれなんですよね、ちょっと話してる感じからすると、うん、今までのそのキャプテンマーベルがちょっとだけ言及された時の態度からすると、はい、あんまりキャプテンマーベルのこと自体はよく思ってないのかもしれん。なるほど。まあ、なんかね、そもそもいなくなっちまったので、はいはいはい、ずっと、うん、いたわけじゃなくて、キャプテンマーベルって結局地球を、はいはい、地球に住んでる人からすると見捨てた状態でどっか行っちゃったわけじゃないですか。まあね、だから宇宙警備隊みたいなことがありそうっていうところを見てるみたいなことありますね。そこはもしかすると彼女は引っかかっているっていう。なるほど。で、残されたお母さんが頑張ってその大変だった地球防衛軍みたいな形で、ね、要は騒動を作るっていう、はい、話で、でも騒動は結局なんか、ああいう感じになっちゃったし、みたいなところで。じゃあ、共闘の前に一回対立がある可能性もありますね、全然。なんか、まあ、いきなり仲良くないのかもしれないけど、ね、どうだろう、ね。戦うのも確かに見たいっちゃ見たいですもんね、ちょっと。そうですね、ただ。あんますんなり行き過ぎるのもね、ねえ、なかったりします、ね。ただ、あんまり意味なくて、これコミックでよくあることなんですけど、はい、勘違いバトルみたいなのよく起こって、ヒーロー同士の戦いってよくやっちゃうんだけど、はいはい、もうね、いい加減にしてほしいですよ、ね。それだけ破壊される場所がかわいそうですね。そうそうそう、ちょっと、もうちょっとそこは。宇宙を守ることが地球を守ることだみたいな感じでもありますもんね。まあね。まあ、だから、なんか、そこはうまくやってほしいな。という気持ちはありますが、うん、どうなることや、はい、ただ出ることは映画に出ることは確実なので、うん、ただ俺は映画でパワーの話をやると思ってたんですよ。だって前回あれ軽めの伏線で、はい、映画でパワーを発揮してキャプテンマーベルになるって話を映画で時間をかけてやるのかと思ったら、うん、はい、あと2話ぐらいでニューキャプテンマーベルを名乗り出して映画でもなんてことはなく地球のキャプテンマーベルですみたいな感じで出てくる可能性はある、はい、すごい話、テンポの早い話だなって感じがしてます ね、 はい、モニカのとこでちょっと気になるのが、そのモニカが用意してたビークルというか宇宙用の戦車の装甲車両、うん、守る、探査機みたいな、はい、私知り合いいるよみたいなとこ言ってましたもんね、はいはい、ついに出てきました。あれはやっぱりちょっと誰に結局エンジニアさんではなかったじゃないですか、軍人の知り合いの、っていうことで、ただやっぱ作った人が誰かは分かんないまんま進んでったっていうことで、一体誰がそもそも用意してくれてたものなのかというのが。現場にいた、はい、グッドな少佐、女の人、はい、あの人は何かの作品出てたのかな。
キャプテンマーベルとか。いや、俺は記憶にないんですよ、ね。僕もないですね。お母さんのためにありがとうみたいなことを、ね、なんか言ってましたけども。まあ、ただ、まあ、そう、なんていうの、組織を創設した時にいた人たちはいるはずなんで、設定上はね。まあ、出てきてたけど、だからといってどうなんでしょうね。はい、ただ、原作で思い当たる相当するキャラクターは、ちょっと僕の記憶では、パッとは出てこなかったんですよね。まあ、かなり。要はソードのキャラクターって別にいるわけですよ、はい、あの何人か。だからそのキャラ出てくるのかなと思ったら、そういうのは出てこないで、結構普通の軍人風の人が出てきたな。ですね、うん、結局あのね、あの大々的に出てきたあの車も全然役に立たなかったそうですね、ビビりましたね、あれは。先っちょしか入れなかった。そうなんですよ、ウィリーしちゃって、ウィリーして弾かれ、変化させられて半分だけで、まあ、僕はずっと後ろの積みにいるって思っちゃいましたいや、なんか、なんかあれは中に入ってね、なんかショートしてたん、ね、なんかあるんですか、うん、なんかあの、つけてくれたんでしょでやっぱあれを用意した人がそのあと2話で出てくるのかっていう、出てくるか最後で、それは誰なのかという、うん、最後、もしかしたら前だけでも名前だけでも出てくるんじゃないかな、はい、なんか車にロゴとか貼ってあるかなってちょっと見ましたけど、なんか、ね、なんか一応ソードの備品っぽいですね。そうですね、それだけはありましたねちゃんと、うん、だからソードの人かみたいな、ね、要はあれを作った人は少なくともソードに協力してるか、まあソード所属なのかとは思うけど、はい、まあね、とはいえあの配信でも何度か話はしていますが、まあファンタスティックフォーにつなぐでしょっていう、まあ、今回も宇宙という言葉が宇宙用みたいな、ね、宇宙用であるっていうことを言ってて、探査機、ね、ファンタスティック4はね、宇宙で宇宙に探査しに行って、うん、宇宙船を浴びてしまって特殊能力で来る人たちなので、はい、まだ地球にいるっぽい、はじめね、宇宙放射能がたっぷりあるみたいなのがね、っていう話でしたよ ね、 お話でしたから、まさしくあの車が大活躍する予定だったのに、はい、でもそういったものを研究していたはずなわけですよ、はい、うん、コミックから考えるとね、その宇宙の調査をするっていうのがやってたわけですから、うん、ファンタスティックは、はい、もうちょっと全然違うんですけど、ロケット作るって自分で行ってみるみたいなのが本当の最初のコミックの設定ですけど、はい、勝手に乗り込んじゃう、はいあのてか、まあ、出ちゃうっていう、出発しちゃうって話なんです、作ってる途中のやつ。そういう話なんですけど、まあ多分そういうのって映画の中でも、2回試写がしてる中で、はい、どちらもちょっとそんな感じの話をやったので、うん、まあ、まだやってないのと、あとファンタスティック4がいきなりファンタスティック4になった状態から始まるっていうのは、はい、ちょっと映画としては無謀だと思うのでいや何の説明もなく、うん、あの人たちがいて、はい、たちはなんあ宇宙船を浴びてみたいなことを言ってぐらい説明が終わるっていうのは、はい、いくらマーベルでも無茶だと思うので、うん、スパイダーマンならまだしも、はい、ちょっとファンタスティックはさすがにオリジンの説明いるでしょうみたいな、うん、っていう感じはするので、ハルクの最初みたいな感じでそうですね、インクレディブルハルクもそうでしたね、山下。そうですね、うん、だからもしかするとあのリード・リチャーズだけどまだこうファンタスティック4としてではなく、うん、リード・リチャーズとして出てくるみたいな、うん、ソードに協力して一応あの軍と協力して研究してたんですよ最初の設定では、はいはいはい、だったので、あのもしかすると、うん、そういった感じかもしれん。なるほど、はい、やっぱりそのリード・リチャーズが出るんじゃないかっていうことが、ちょっと特にアメリカの方で昨日おとついぐらいから結構そのリード・リチャーズって言葉がトレンドになってて、あともう一つが昨日なってたの、ちょっと今回のコメントとかでもいっぱい来てるんですけども、はいはいはい、ちょっとご紹介しましょうか。徘徊音楽さんがからのコメントも、はい、イアン・マッケランがやっぱり登場するのかなと、マグニート役で、うん、というのも来てまして、でイアン・マッケランも実は今日のトレンドで上がってたりとかして、今日のそれ、まあ、向こう時間の昨日のやつでトレンドが上がってたんで、うん、なんかちょっとやっぱりマグニーとかリード・リチャーズ出るんじゃないかみたいなのがちょっと熱かったっていう、うんうんうん、なるほどね、まあ、多分皆さんもちょっとそれはなんか想像しながら見てたのかなとは、はい、うん、はい、まあ、あと2話でね、はい、どのようなサプライズがあるとは思うんですけども、はい、山下さん的には何かしら気になったこととか、いろいろありましたら、はい、
気になったのが、今回気になったのが、はい、先ほど竹若さんがおっしゃられてた、カメラの前で話してるシーンで、バチが当たったっていうセリフがあったんですけど、うん、はい、あれ、僕にはあの男性の声に聞こえたんですけど、確かに、あ、一発目ね。そうだ、そうですよね。結果、なんか、あとでアグネスなんだ、みたいになりましたけども、はい、男性と思いました、はじめ。いや、男でしたよ、まさに。うん、声は、多分、うん、あれは、もしかすると、ああいうのって、あの、元になってるそういうモキュメンタリーものではよくあって、うん、ボソボソ、その、要はスタッフが話してる声がするみたいなのあるんですけど、うん、辻褄は合わないんですよね、うん、その作品の中での。うん、なるほど。だからもしかしたら別のやつがいるっていう話をちょっと見せてんのかも、うん、お、うん、まあ、知れないアグネスがわざとそういう具合に聞こえる見せてるみたいな可能性もありますし、全然違うよく似たシーンが実はあったりとかこともありますよね、うん、確かにね。なんか特徴的な声でしたよね、しかも、うん、なんかもそもそっと、どういう意図なのかは分かんないですね。そうなんですよね。コメンタリードラマではあのたまにスタッフさんの声が入るんですよ。そのなんか質問が本当にドキュメンタリーと一緒で。うん、まあそれはね、なんとなくなんかそれで切れちゃったりとかするのは分かるんですけど。なんかそことかが実際本当にプロットで関わってくるかっていう、そのそうだね。いわゆるミスリードとしてミスリードをするのか、アグネスじゃないんだよっていうことを出してるのかっていう。もしくはもう一人。確かにその例えばもう一人いるってなると、もしかしたらそのマグニー可能性あるんだね。なのかわかんないですけど、何が、アグネスはずっと初めから私の夫は私の夫は私の夫は言ってますけど、夫も出てないですね。夫はだ、今回家が出た時に夫おんのかなとか思った、はい、まだ出てきてませんし。でも確かに不思議な描写なんですよね。ねえ、うん、夫がいるっつというふうに、うん、アガサ・ハークネス少なくともそういう話はあんまりしないので、うん、ちょっと ねどういうことなのか、ね、第1話とかの時はあのなんかよくシットコムのお隣さんって、うちの旦那はねみたいな話するけど、旦那は全然登場してこないみたいなお隣さんって結構ベタな設定ではあるので、うん、ね、そこなのかなと思ったけど、結構後半 の、 そのいわゆるリアリズムが入ってくるので、もうシットコム系のなじゃなくなったというか、うん、ああいうタイプのコメディじゃなくなった中でもずっとそれを言ってるってことは、やっぱりなんか夫が出てこない理由があるっていうのがあるような気もしてきましたね。そうですね。まあその辺の男性の声でインタビューしてるっていうのも、なんか夫婦でなんかやってるのかみたいな。そうですね。もしかしたらつながるかもしれない。グルでね。山下さんの言ってるようなね。うん、はい。で結局あのピエトロはどうなったんですか。今回は。あれエンディングの途中見てないですか？エンディングの途中？はい。あ、そうやね。あ、一応ちょっとだけ。そうなんですよ。今回はそれがあるっていうことやもんね。そうですね。うん。これ見逃さないように皆さんね、あ、 そうそうそう、あるんで。はいはい。でも確かにピエトロは本当にでも何してたんだっていうところはありますよね、今回。ね。全くほぼ。まあ、ほぼ全く出てないっていう。出てない。そうだね。あれで終わりにしてしまうのか。うん。でも見つかっちゃったって感じ。されたありましたよね。番組から。うん。なんかね。まあ、やっぱりそれはもうワンダにが気に入らない一言言っちゃってるんで、干されたっていう、ね。ってなると、やっぱちょっとその、でも干されたとか、その、うん、いわゆる番組から追い出されたって要素、ちょっと面白い部分ではあります、ね、それでも思ってたりするっていうのは、うん、じゃあやっぱり、まあ、もちろんアガサのあれが原因だったというか、作ってたっていうことではあったんですけど、なんかその力関係というか。うん、で、ってなってくると、やっぱあの世界はね、こう外からの人が入ってきたりとか、元からいた人がこう変化してる人と、なんか完全に作られてるような人と、うん、なんかその辺が曖昧というか、ね、なんか難しいですよね。そうですね。でも二人の子供は結局もあれは幻ではないですもんね。やっぱりどうなっちゃったのか。わ、どっちなんですかね。どうなの、ね、その辺は全く予想はできないんですよね。
実際のところは幻っちゃ幻ではあるの で, でちなみに、はい、コミックだとですね、子供たちは、はい、か要は結局いなくなっちゃうんですよ、うん、最終的には。だから、はい、なんて言うんでしょうね、ずっとそのスカルトウィッチとビジョンのところにいたわけではないので、うん、まあ、物語の中でどういう扱いになるかわかんないけど、うん、ちょっとね、まあ、一発消えちゃう可能性はある。そしたらもうより暴走しちゃいます。ただ、ただ、かわいそすぎる感じはするね。基本的には、はい、本当というかコミックの方では基本的にその子供が生まれる、やったよかったって話なんだけど、最終的にこれ実は悪魔の魂を使っていたんだって話が分かって、最後わーっていう、なんていうの、クライマックスになるわけですよ、話としては、はい、っていうような形だったけど、今回は結構最初からひどいことが、しかも美女死んじゃってるし、ひどいことが起こり続けてるので、はい、ひどいことが起こり続けた後ね、ワンダーに待ち受けていたのは全部の責任を取らされ、うん、最終的に子供もいなくなり、ちょっと救いがなさすぎる、ね、何、なんかドクターストレンジに封印されたのだみたいな話になると、ちょっとかわいそすぎるでしょみたいな、踏んだり蹴ったりだよみたいな話になる。確かにそんなにひどい話にはしないと、であってほしいですけどね、結構みんなをちょっとかわいそうだから応援したくなる感じになってると思うんですよ、ね、本当ですよね。なのでひどいオチにはならないとは思うけど、それはなんかマーベルの、ね、今まではマーベルそんな感じだよねっていう、いうことなんで、まあこれからのファイギュはこうよみたいなので、はい、どんどんキャラクターを殺していく、いや次は一体誰が死ぬんだみたいな、たまにあるんですよ、コミックもそういう、なんかそういう、なんていうの、時期というか、うん、やっぱあるんですね、まとめてキャラ死んじゃう時とかあるんで、一回やってみようみたいな、ひどいこと起こり続けるなるほど、ね、展開あるので、こういうこともあるんだよ、コミックは歴史がいっぱいあるからねみたいなことを突然言われる、まあ、確かにね、それはちゃんとしたコミックの一面をね、しっかりと描くという点では素晴らしいことではありますもんね。ね、都合のいいようにあまりシネマティックユニバースだけで収めるよりかは、確かに、まあでもそうですね、今回結構、ワンダがやっぱりずっとビジョンって思ってやってきたことが、もうビジョンどうでもええわみたいになってましたね。うん。あの辺の作りもすごかったですね、地味にね。確かに。であんだけ子供のことも大事、生まれて嬉しいと思ってたのが、結構もうちょっと一人にさせてよみたいな。あの辺の描写もなかなか怖いなって思ったんですけども。そう。ただなんだろうか、スカルトウィッチを使って何かをしようとしてるとか、うん、要はそのアガサは何かをしようとしてるって話だと思うんですけど、はい、今やってることめちゃ地味じゃないですか、はいはい、すごい魔法が使えるにせよ、うん、だってスカルトウィッチってキャンなんかビルぶっ飛ばしたりとか結構その、はい、すごいいろんなことができるのに、うん、なんかその原かなんていうの、人を大量にコントロールして街を運営させてるって、はい、うん、地味じゃないですか。そうですね、下手したら気づかれへんぐらいのね、うん、ね、本来は気づかれないぐらいの勢いでやってたわけですからね、はい、すいません、多分スカーレットウィッチが力が強すぎるから、うん、それが出てこないようになんかしてるのかなっていうふうに思ってましたね、うん、なるほどね、うん、心地いい世界に、はいはい、抑えてるみたいな、もしかしたら邪魔されない、誰かが邪魔されないように、なのね、だからまああそこでもっともっと本来ならばひどいことになってたであろう、大暴走してたであろうっていうところがここに収まってんのは、実はまあアグネスのおかげでもあったりとか、なるほど、確かに。そしたらやっぱりもう一人暴走を狙ってる人が出てきても納得できますもんね。うん、ね、そうですね。あとそういう展開なのかなとは思いつつ、うん、あとは本当にあと2話で間に合うのか、ね、という2話ですよ。そうですよ。うん、かなり今
いろんな要素が出てきちゃってるじゃないですか、はい、結局その息子たちは明らかに今パワーを得ている、うん、はい、で、あと全然関係ない軸のキャプテン・マーベルが誕生している、はい、でビジョンは平均、ビジョンが一体どうやったら生き返るのか、うん、でビジョンは記憶がなくてどうなってるんだっていうのと、はい、スカルトウィッチはどうなってしまう、あ、スカルトウィッチじゃない、ワンダーはどうなってしまうんだというのと、アガサ・ハクネスが悪いやつとして出てきたぞっていうのが、はい、あと1時間、多分1時間ぐらいでどうやって決着をつけるのかな。ね、問題は山積みですよ、これ、本当に。最終は4時間半あるかもしれないですよ、もう。確かに最終は1時間とかいう驚きのパターンはあるかもしれないですね。欲しいですね、でもそれぐらいね。そう。いや、どうなるやろな。頼むから、こう、ある程度の決着地点を見せてほしいんですよね。あれ、ちゃんと終わりで。映画に続くぜってなると、数年待つことになるので。ちゃんと解決しつつ、次へにしてほしいですね。確かに。そうなんですよね。ファルコン&ウィンターソルジャーをこう見ているときは気が気でし、みたいな。もやもやしたままね。彼らが、なんかこう、うん、彼らデコボココンビが、あのね、US エージェントと戦っている間、はい、世界はもっと大変なことになってるさ、それどころじゃないってね。ないよっていう。ことになってしまうと、ちょっと心配になっちゃう。毎話毎話にそのコメント残りそうですもんね。その頃ワンダはみたいな。その頃ワンダは。すごいことをしていたみたいなね。ね、どんどんひどくなってるみたいになったら困っちゃうんでね。そうですね。まあ、ダーシーは普通にサーカス団でしたね。ダーシー結構ね普通でしたね。なんかスーパーパワーとかあんのかとかちょっといろいろ期待してます。さすがにね、はいはいはい、うん、まあわかんないですけど。確かにまあわかんないオリジナルのキャラクターなので、はい、うん、うん、コミックオリジナルのキャラクターコミックにはいないほぼオリジナルのキャラクターなので、うん、はい、まあ好き勝手できると思うんでね、うん、ただキャラ立ちは見事ですよね。いいですよね。キャラはすごくいい感じ、うん、声もやっぱ声優が多いってね、森川さんおっしゃってましたけど、やっぱ声もいいですし、うん、なんかもしかすると、はい、なんかもう一発ネタはあるのかもしれない、うん、確かにあそこにいる理由が物語の作り上 ね、はい、あそこにいる理由あると思うので、もう、ね、ありそうですよね、なんか、うん、きっと面白く話を面白くしてくれるんじゃないかなと思いつつ、うん、あんま関係なかったねっていうオチもありうる、はい、まあ、まだ違う作品で活躍する場所がね、うん、用意されてるみたいな、ね、可能性はあると思います。で、ウー捜査官とかもそうでしょうし、うん、はい、そのあたりは楽しみにしていきたい。楽しみですね、はい、ねえ山下さん、なんか、はい、すっきりしてるようでね、すっきりしないのがまだ続きますけども、はい、2話ですね。そうですね、はい、これ結構やっぱりこういうのっていろいろやっぱり1週間にこれ毎、9話9週にわたってみたいな、あ、8週間初め1、2話みたいなところがあったんで、うん、ってなったらこれってもうやっぱりメーカーとしてはいろいろ動くぞ、はい、みたいなこととかあったりするんですかね。こういうのマンダロリアンであったりとか、うん、やっぱりこうやって毎週毎週行って、はい、おお、すごい反応すごい反応みたいな、やっぱそれでは間に合わないですね。もっと早うからいろいろやっとかないとダメですもんね。考えてね、正直、うん、まあ、見てる間にっていう、まあ、パターンもあるっちゃあるんですけど、はい、ただそれだとその他の会社さんにどんどん遅れを取ってしまうので、なるほど、うん、まあ、いただけるタイミングでその、うん、検討してっていうような感じなんですけど、はい、うん、あんまり詳しく言うと多分いけないんだろうなと思うので。じゃあ、まあ、まあ、一般論としてはあれですもんね。作品はほとんど見ないで作るわけですよね。そうです、そうです。はい、うん、要はその、ヘラ紙一枚ぐらいの、なんか、あらすじが、ね、うん、あったりなかったりする中。昔はそれでも、なんかその、スーツのなんて言うんでしょう、デザインが決まったら、はい、まあ、それでこうスーツ作って撮影するからよかったんですけど、はい、最近のスーツ CG で作るじゃないですか。はい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 。だから途中で変わったりするんですよね。します、ね、変えれるから。なるほど。だから前にこれ過ぎた話だからいいと思うんですけど、はい、ハルクバスターを
作った時に、うんはい、最初もらってたデータでこう作ってたら、ほう、あとあとなんかあれこれ違うじゃんみたいになったことがありましたね。うわ作り直さなきゃみたいな。それは辛いですね。最近は、はい、そういうことも起こり得るので、うん、なるほど。いや難しい、時代が進めばそういった気苦労も、うん、そうでもなんか作ってる人たちはねギリギリまでいいもん作ろうとする、あ作ってる、その映画を作ってる人たちはギリギリまでこう、いやなんかやっぱ、ね、なんかやっぱここ違うなっつって作り直せちゃう、うんうん、本当に今その映画の撮影が終わってから、うん、どんどん変わっていくっていうのが多いので、CG ギリギリまでいじるので、はい、あのまあこれも一般論ですよ、どれかうんぬんって話じゃないですけど、試写とか行って完成してないことありますからね。あの映画が出来上がってない、まあ、その CG 未完成版みたいなのを、まあ、仕事の関係で、ね、たら、ね、まあ、まにありますね、確かに、うん、のはぎあったりするんで、はい、やっぱり、ね、製品を作る、その要はグッズを作るとかになっても、うん、そういうことはあるんでしょうね。はい、まあ、ことぶき屋さんはでもね、ワンダとビジョンの商品とかは以前のやつはありますよね、はいはい、そうです ね、今回のドラマ版ではないんですけど、はい、あのコミック版の、うんうん、まあ、ワンダワンダルッチを、作ってまして、はい、でもねこ の、 あの頭の飾りとかね、まあいいタイミングや言ったらいいタイミングですもんね、うん、そうですね、はい、どうすればか、はい、あ映りますね、映りました、すごい、うん、はい、ブラックの世界。すごい。ここが、はいはい、ちゃんと。おー、すごい。すごい。かっこいい。2016年ぐらいのコミックのデザインを元にして。うん。うんうんうん、すごい。はい。いいですね。ぜひこちらの発売中でございますので。はい、はい、はい。ぜひ。素晴らしい。ぜひね。はい。よろしくお願いいたします。なんかこう、このキャラクター商品化したいなとかいうのもやっぱ見てたらうずうずしてくるんじゃないですか、はい、いろんな作品もね、こんな商品出したい、あ、はい、そうですね、山下さん的なポイントでいいので、あの会社オフィシャルのコメントとしてじゃないのではいはい、はい、会社オフィシャル個人として個人で、ね、もう多分はいまずいんで、個人でいくと思ったんで、はい、あのビジョンを、お、はいはい、ビジョンをあの昔出てたあのビックリマンとかのおもちゃであったと思うんですけど、はい、あの一般人バージョンとあのビジョンバージョンをこう乾燥できるデカみたいにすると出てくるみたいな、確かにあるとなんかいいなと思ったんですけど、ね、確かにですね、今回も結構ね印象的なシーンとしていろいろ描かれてましたから、なるほどなるほど、いいアイデアですね。まあここから商品化になるとなるとかなり時間がかかるとなると、そうでもなんか、まあ、全然そのことぶき屋さんとかいう話ではないけど、はい、根本的には今までのマーベル作品の中でかなり商品化路線厳しい作りだなってい う感じがしますよね。ちょっと、ね、あの要はデザインが変わってないキャラが出てきてしまうという、今そのワンダービジョン仕様のフィギュアを出すって言っても、はい、エフェクトがちょっと違うとかぐらいで、基本的にスカルトウィッチとビジョンはそもそも見た目は変わんないし、うん、あのそれ以外にね、なんか分かりやすい、まあもしかしたら出てくるかもしれないですけど、うん、分かりやすいいわゆるヒーロー前したキャラクター、ヴィラン前したキャラクターとかじゃなくて、なんか、はい、ね、コスプレをしてる子供とか、ハロウィンビジョンとかあの、コスプレをしてるおじさんとか、そういうフィギュアになっちゃう。ちょっとあのコスプレをしてるワンダとかすごい、うん、あのコミックレファレンスな姿、はいね、あのいいかもしれないですよね。そうですよね、確かに。いやでもここであの違う方のピエトロのフィギュアとか出たら結構もう多分二度とないじゃないですか。ないですよね。商品化されるタイミング今じゃないですか、ね、しかもおそらくあのクイックシルバーの格好をしているじゃない方のピエトロっていうすごい組み合わせのやつ、確かに今しか多分出ないので、うん、あれはもしかしたら、ね、
ぜひ、なんかあったら、あったら、ね、あったら結構いいかもみたいなやつですよね。この作品ならでは、これ以降もないであろう、ね、キャラクター。多分ないであろう。はい。しれっと、マーベル・シネマティック・ユニバースの一員になって可能性もあるけど。はい、はい、安い。はい。あの、ハロウィンのね、安い衣装はね、神ツンツンもなかなかないです。あれ、多分、うん、あの、まあ、ちょっとまだ確認してないですけど、ファンコとかで多分速攻で出るとは思うんですよ。おお、なんかおそらく出てましたよね。出てる。さすがだ、はい。もうね、あの、なんていう、版権を限界まで使うので、ね。ファンコは、やっぱりあのファンコポップは、素晴らしい。マジで何でも出すので。はい。なんならもう、あの、アガサ犬持ってるバージョンとか、そういう。あやつとかね、なんかああいうよくわかんないのが出てくると思うので、うん、なるほど、ないですよね。なんかちょっと商品展開はファンコがいろんな方向で期待しちゃう作品です、ちょっとただ難しそうだなって感じは、マーベルレジェンドとかで出すのは難しそうだな、難しそうですね、確かに。マーベルレジェンド、ね、あのアグネスとかだとちょっと付属品何なんだよみたいな感じです、うん、なかなかね、まあ問題になりそうな付属品になりそうですもんね。来るんだ、犬とかで。前回ぐらいのなんかオープニングのね、アグネスのジーンズのお尻にいたずらって書いてましたね。はい、書いてましたね。かわいいですもんね。はい。まあ、どんな商品が出てくるかね、ちょっといろいろ。まあ、このね、盛り上がりですからね、はい、いろんな可能性もあると思いますし、はい、その本編であります、第8話、第9話。はい、ものにはですね、果たしてどのようになるのか、うん、またね、皆さんもしっかり予想しながら、はい、でまたその予想は外れたって言いながら、楽しんでいきたいと思います、というわけでございまして、ゲストのお二人ありがとうございました。どうしよう、ありがとうございました。でございまして、引き続き8話感想会でお会いいたしましょう、うん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。